はい、皆さんこんにちは。はい、ジョニーにくびったけの時間です。さすがに最近ずっと映画見てないんだけど、そろそろなんか労働省があるってんで見てこようかなと思ってます。まあ映画館でね、ムカつく思いするの嫌なんですよね。マスクつけろとかさ、間開けろとか、まあ空いてんのはいいんだけどね。だいたい日本の映画館なんてのはもう、そのアメリカの僕らが住んでたね、ハリウッドなんかに比べるともう狭くてさ、もう見上げなきゃいけないし、いい映画館なんか一個も知らないです。地方行ってもどこ行っても、もうそれはね、もう本当にアメリカの映画館はハリウッドなんだからすごいのは当然かもしれないけど、とにかく見やすいですね。はい、ということで今日話をしたいのは、実はね、日本語名が分かんないんですよ。禁断の王国なのかな、分かんないな、フォービドンキングダムっていう僕映画見たんです。この時ね、本当にね、感動したのがあったの。というのは、僕ね、ジャッキーチェンとジェットリーをいつも比べてね、まあ、ブルース・リーと 3つなんだけど、考えることがあります。昔ジェットリーの映画、まあいいや、というのに行きましょう。ジョニーに首ったけ。昔ジェットリーの映画を見た時に、コメディでジャッキー・チェンみたいなね、感じの、なんか映画俳優が出てて、そいつは裏では実は弱いとか、そんなようなね、なんかね、ひどいね、表現の映画があったんです。ね、で要するにコンプレックスだなと思いました。でジェットリーは自分のこと本物だと思ってて、ジャッキー・チェンはあいつはね、ダンサーだと思ってるっていうね、感覚があったんですよ、ね、で僕は少なくともジャッキー・チェンの動きっていうのは強撃の手かもしれないけど、やっぱり素晴らしいと思ってます。ブルース・リーのようにね、ガチンコの強いのとは違うかもしれないけどね。はい、それでまあ、映画ってのはライバルがあって、スタローンと例えば、まあ変な話だけど、あれだね、シュワルツネッカー、これもライバルで、お互い映画の中でね、出てきて、なんだっけな、シュワルツネッカーが大統領になってて、あんなものが大統領になったらもう終わりだとかね、言ってるね、シュワルツネッカーのことを言ってるスタローン の、 画像なんかもありました。これはね、何だったかな、ちょっと覚えてないんだけど、デモリッションマンかな、そんなのがあった。とにかくね、ライバルはそういうのがある。ところがこの2人はその後に、エクスペンダブルっていう映画でね、共演したりとか、やっぱりね、晩年仲良くなってるんですよ。でその中の一番僕が印象に残ってるのはフォービドンキングダムだったんです。でこれはまあ要するに禁断の王国って意味なんだろうかな、フォービドンっていうのは、そういうね、映画で、要するに、まあ、その中国の山奥にある禁断の王国の中で、悪がはびこる中にタイムスリップした少年ね、なんかね、骨董屋のおじいさんが殺されそうになって、殺されたのかな、スリップしたんですよ。それでそこで修行して、なんだろうな、その悪をやっつけて戻ってくると。でこの時に出てきたのがこの2人、ジャッキー・チェンとジェットリーなんです。でお互いね、ストーリーの中にものすごく絡んでて、演技はやっぱりジャッキー・チェンの方がうまい、年寄りの役割をしたんだけどうまいですよ。ジェットリーはジェットリーではつらつと、まあジェットリーもね、結構いい年齢だったんだけど、楽しかったのはね、両方とも酔拳やったんですよ。だからジェットリーとそうね、ジャッキー・チェンが酔拳対決してるので、ジェットリーの酔拳っていうのは酔拳ってやつなんですよね。でジャッキー・チェンのは酔八仙拳なんです、ちょっと違うので。中国のそういう拳法の中には、カマキリが酔っ払ったりとか、例えば何が酔っ払ったり、蛇が酔っ払ったり、で要するに水蛇拳、蛇が酔っ払った水蛇拳、水灯籠とかあるんだよね。でジャッキーのはそうではないんですよね。要するにこれはいろんなことを言われてて、あれならね、創作だとか言われてるんだけど、実際には現実的にある拳法で、水八仙拳、8人の仙人が、酔っ払った時の拳法、これはね、実に面白かったです。絶対一回見る、なんだろうな、見るね、価値がある。とにかく面白い。二人の演技の動きがね、非常によく分かって、いい撮影ですし、はい。それで、まあ、最後は二人がね、協力してある少年、現代にいるアメリカの少年と協力して、その悪をやっつけるんですよね。それでもう、その禁断の王国を閉ざして、現世に戻ると。そうすると、これがね、ジャッキー・チェンがその死んだはずのおじいさんだったんですよ。で、おじいさん死んでなくて生き返るんだけど、ジャッキーがね、ずっと自分をね、そのおじいさんがジャッキーだっていう演技じゃないようにやるんですよ。だから最後まで、うわ、実はジャッキー・チェンだったーって驚けるわけ。ね、よくあるさ、そういうさ、結末がわからない、例えばサインとかいう映画あったじゃん。あれなんかと違って本当に、まあね、いい、わかんない映画でしたね。とにかくこの2人ってのは対比されます。で、僕思うのは、まあ、どっちもなかなか面白いですよ。僕が好きだったのは、若い頃のね、ジェットリー、まあ、リー・リンチェと言ってた通り、やっぱり歴史上のね、その少林寺をやったりとか、ウォン・フェイポンとか、ああいうのが好きでしたね。だけど、後半になってアメリカに出てきてからはあんまり好きじゃないと。アメリカに出てきてからのコメディの要素が違うから、そうなると、やっぱりジャッキーに勝てないんですよ。で、
僕はアメリカのテレビ番組でジャッキー・チェンがバラエティのね、番組でトークショーに出た時なんか、やっぱりさ、黒人の例えばボクサーだった人のね、なんだろう、簡単に言うと、まあ、いわゆるアナウンサーというか司会者相手にテーブル使ってね、いろいろ見せてくれるんですね。要するにアクロバティックなもので、その時にはこれは大変なもんだなと思いました。強いとか弱いじゃなくて、もうやっぱりあれだけできるとね、超一流なんですよ。だからあの人が今トップで残ってるわけ、ブルース・リーがね、死んじゃった後で。現実に戦いを見ると、ブルース・リーがすごいんです。でもブルース・リーだって NG 集があるんですよ、実際のこと言うとね。だからブルース・リーだって映画になった時にガチンコでみんな殴り倒してるわけじゃないと、ね。だからそれを考えた時に、映画って何だろうな、映画の役割って何かなと思いましたね。ジャッキー・チェンもはっきり言ってあれはガチンコじゃないです。5%の早回しとかいろんなテクニック使ってるんだけど、映画としてはベストじゃないですか、ね。で、現実にやったってあの人弱いわけないでしょ、ね。だからそこら辺でね、あいつが強いとかどこが強いっていうのはね、プロレスの試合見てるみたい。僕ね、ごめんなさいね、プロレス好きな方。どうやっても僕、プロレスラーといろいろお話をしました、テレビ番組でも。ね。だけど、彼らが全ガチンコでやってないことは知ってます。だそれを八百長という人もいます。ね。あれは八百長じゃないという人もいます。グラン・ハマダさんという人がいて、これ僕は番組の取材でね、一緒にやって、仲良く話した。ある時、奥入瀬のばあさんがね、でもプロレスって全部八百長だね、八百長じゃないのって言った時に、グラン・ハマダが答えたのが印象です。ね、相手の手に対してこっちの手がある、一手一手があって、それの返し合いだと。だから八百長と言われたとしたら、決め事と言われたとしたら、僕らも何も言えないんだけど、これは一つ一つ僕らが真剣にやってることだと言いました。まあそれはどう感じるか分かりませんよ。僕ら小でやっても十でやっても、やっぱりそういう一手一手決めてないですからね、やっぱり。だからそれは小であると言われたら仕方がないです。WWE っていうのがあって、エンターテインメントですね。だからそういうようなエンターテインメントをダメとするのがプロレスで、だからガチンコを見せるエンターテインメントなのか、そうじゃなくて、まあよく K-1 だって、まあいろんなありますけど、そうじゃショーとして見せる格闘なのかね。だからラスベガス行くとさ、テラーオブエンターっていうのなんかな、とにかくエクスカリバーホテルで、要するに何だろう、騎士たちのね、戦いのショーを見せます。こんな本当にやるわけないじゃんね。だからルールのもとにやったり、そういうものをやったりするのをエンターテインメントって言っちゃったら、すべての例えば格闘技で否定しなきゃいけないんですよ。まあ今僕がこうやって相撲を横で見てるんですけど、これ相撲って一番ある意味ではガチンコに近いと思いますよね。もちろんだけど、もうそのガチンコもルールの中にあると、ルールでやってるもの。だから僕らが見る映画というルールの中で、ジェットリーと、もう本当にね、ジャッキー・チェンは素晴らしいルールで良かったですね。はい。まあ今、大山が勝ちました。 まあ関係ないね、この人も大きい人です。その前、炎鵬が勝ちました、小さい人です。ね、そういうのが戦うルールってのがあるってことですよね。はい。いやー、とにかくね、一回見てください、フォービドンキングダム。ジャッキー・チェンのね、作品見るとね、やっぱりね、転がってるのではね、Facebook でも YouTube でもいっぱい転がってるんだけど、やっぱり面白いです。ね。前期、中期、後期、全部面白いですね。やっぱりさすがに役者として一流だっていう気がしますね。ジャッキー・チェンに影響を受けて、やっぱりトム・クルーズが全部ガチンコで撮影するって、これいいじゃないですか。トム・クルーズもすごいよね。あの人もガチンコだから。やっぱり僕らが見て、やっぱりすごいなってのは、後で見て面白かった、でもあいつガチンコだったよっていうと、面白さプラスになるじゃないですか。そういうところも考えてね、いろいろと僕らは本当ね、判断していけばいいのかなと思ってます。はい。まだまだね、ジャッキーもね、引退したとか言って、あの人も引退してるんですよ、60何歳かなんかで。で、体の動きは確かに悪くなったけど、まだまだやります、すごいです。ジェットリーはね、なんか病気になっちゃって、もうなんか見る影もなくなっちゃったっていう話ですね。だからやっぱり格闘とか武術やってる人たちとか、そういうの年齢っていうのがあるから、それを考えてね。あとね、ローパー君の、ブルース・リーのね、ローパー君役の俳優さん死んじゃいましたね。やっぱりしょうがないね、ブルース・リーがちょっと早く死にすぎたけど、まあ生きてたとしてももう80、過ぎてるわけでしょ。やっぱりでもね、そういう人たちが頑張ってね、後世に残してほしいなと。ブルース・リーは本当数少ない動画だけでね、それをね、表現しました。ジャッキー・チェンはたくさん作ってくれてます。ジャッキー・チェンが燃えドラゴンで最初に出てきて登場して、ブルース・リーに捕まって首ぐしゃって折られる瞬間見たことありますか？なかなか彼らも最初すごいんでしょ。最初にブルース・リーが燃えるドラゴンと戦った相手、あれはサモハン・キンポーです。サモハン・キンポーもまともにできる人ですからね、それを忘れないでくださいね。結局本当にできるから人気になってるね。本物じゃないとダメ、やらせはダメ、マジックでも何でもやらせはダメってことですね。ついに、ね、今度はね、遠藤の試合ですね。4勝6敗同士だかなんかな、前頭1枚目、なかなか勝てないですね。相撲も観客がようやく戻ってきました。さあ、そういうことで、まあ
コロナなんかね、そのデタラメに騙されないで頑張ってやってくださいということで、また来週、また明日もですね、来週はまた違った映画の話です。さよならです。どうもありがとうございます。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。